分化した神経細胞など多くの哺乳類細胞が永久的または半永久的に G 霊気状態となる。G 霊気は細胞周期の外部に位置する細胞状態である。G 霊気は栄養素の欠乏など増殖に必要な資源の制限によって引き起こされる段階であり、レスティングフェーズと呼ばれる休止段階であると一般的に考えられていた。現在では G0 期には様々な状態が存在すること、また複数の理由で G0 期への移行が起こることが知られている。例えば、生体の神経細胞の大部分は体内で最も活発に代謝を行う細胞の一つであるが完全に分化したターミナル G0 フェーズと呼ばれる状態で存在する。神経細胞は確率的要因や栄養素の供給不足のためでな白。 内部の遺伝的プログラムによってこの状態となっている。G0 期と呼ばれる細胞状態の存在は細胞周期の初期の研究において初めて示唆された。放射性同位体ラベリング技術を用いて細胞周期の4つの段階が定義されたとき、細胞集団のすべての細胞が同じ速度で増殖するわけではないことが発見された。集団の一部は 活発に増殖したが他の細胞は非増殖状態のままであった。この非増殖細胞のうち一部は外部刺激に応答して細胞周期の進行を再開し増殖を行った。当初は単に G1 期が延長された状態であるという見方と G1 期とは異なる状態であるという見方が存在した。その後の研究によって G1 期の R10 の存在が指摘され、 R10 の通過より前の細胞は G0 期へ移行することができるが R10 を通過した細胞は有意と分裂に従事することが示された。これらの結果によって G0 期と呼ばれるアクセスが制限された状態の存在の証拠が得られた。これら分裂を行わない細胞は G1 期を脱出し正式と呼ばれる不活性な段階へと移行する。g 期にはつの状態が存在し、 可逆的な状態と不可逆的な状態のいずれかに分類される。これら3つの状態への移行は、細胞が G1 期に細胞周期の次の周回への従事を決定する前に行われる。静止状態は可逆的な G0 期の状態を指す。細胞集団の一部は外部シグナルに応答して活性化されて、細胞周期へ入る前は静止状態にある。 生死状態の細胞は、多くの場合、低い RNA 含量、細胞増殖マーカーの欠如や、ラベリングの長期間の維持によって特徴を付けられる。老化は、生死状態とは異なる状態であり、子孫が生存不可能となるような DNA の損傷や、分解に応答して細胞はこの状態へ移行する。このような DNA 損傷は、多数回の細胞分裂によるテロメアの短縮や、 活性酸素種への曝露、癌遺伝子の活性化、細胞融合などによって生じることがある。老化細胞は増殖を行わないが、正常な細胞機能の多くを維持している。老化は多くの場合、損傷細胞のアポトーシスによる自己破壊の代替となる。最後に、文化細胞は細胞分化のプログラムを経て成熟し、最終的な文化状態に達した細胞である。 分化細胞は G レ期にとどまり続け、その主要な機能を発揮し続ける。造血幹細胞、筋、幹細胞、毛包幹細胞など、いくつかのタイプの正式幹細胞のトランスクリプトームに関して、マイクロアレイや RNA シークエンスなどのハイスループット技術を用いた特徴付けが行われている。静止状態にある組織幹細胞の個々の トランスクリプトームには多様性が存在するものの、その大部分には、サイクリン A2、サイクリン B1、サイクリン E2、サバイビンといった細胞周期の進行に関わる遺伝子のダウンレギュレーション、ファキソ3やエジュ1などの転写調節や肝細胞の分化調節に関与する遺伝子のアップレギュレーションという共通のパターンが存在する。ミトコンドリアのシトクロム C のダウンレギュレーションは、 正式幹細胞の低い代謝状態を反映している。正式幹細胞の多く、特に生体幹細胞には類似したエピジェネティックなパターンも見られる。その例として、バイバレントドメインを形成する2つの主要なヒストンメチル化パターンであるヒストン3の K4 と K27 のトリメチル化が挙げられる。このドメインは転写開始部位の近傍に位置し、 クロマチン状態の調節を介して、肺性幹細胞での細胞系譜の決定や、毛包や筋の幹細胞での正式状態の制御を調節することが判明している。ん抑制遺伝子の機能、特に P53 と RB 遺伝子は、幹細胞の静止状態の維持と、過剰な細胞分裂による、前後細胞プールの枯渇の防止に必要である。例えば、 三つの RB ファミリータンパク質のすべてを欠出すると増血幹細胞は生死状態を脱することが示されている。また、P53 が欠損するとこれらの幹細胞は細胞周期を脱出して g 0期へ移行することができなくなり分化が防がれることが示されている。P53 と RB に加えて P21、P27、P57 といった サイクリン依存性キナーゼ素外因子も、静止状態の維持に重要である。マウスの増血幹細胞では、P57 と P27 のノックアウトによって、サイクリン D1 の核内輸送と RB のリン酸化が行われ、G0 期からの脱出が引き起こされる。最後に、ノッチシグナリング経路も、静止状態の維持に重要な役割を果たすことが示されている。 ミルナの合成による遺伝子発現の転写後調節も肝細胞の生死状態の維持に重要な役割を果たすことが示されている。標的メッセンジャー RNA の3ユーテルに結合したミルナは、そのメッセンジャー RNA から機能的なタンパク質への翻訳が起こるのを防ぐ。肝細胞で見られるミルナの例としては、増血幹細胞で π3k アクト、 エンター経路を制御するミア -126、筋12幹細胞で、肝遺伝子のデックを抑制するミア -489、ミフを調節するミア -31 がある。ミルナは、メッセンジャー RNA を、リボヌクレオタンパク質複合体内へ隔離し、G1 期への迅速な移行に必要なメッセンジャー RNA を貯蔵する。長期間静止状態にある肝細胞は、 しばしば酸化ストレスのような様々な環境ストレス因子に直面する。しかし、これらの細胞はこのようなストレス因子に応答するいくつかの機構を備えている。例えば、ファキソ転写因子は活性酸素種の存在に応答し、皮膚 1A と LKB1 は低酸素状態に応答する。増血管細胞では代謝ストレスに応答してオートファジーが誘導される。 幹細胞は分化した娘細胞を生み出す一方、自己複製によって自身の幹細胞性を維持するという独特の能力を持つ。哺乳類では生体の組織の大部分には組織特異的幹細胞が含まれており、組織内部に位置し、生涯にわたって組織の向上性を維持する。これらの細胞は分化して再生に従事する前に組織の損傷に応答して、 膨大な回数の増殖を行う。一部の組織幹細胞は外部の刺激によって活性化されるまで、化学的な静止状態で存在する。筋、幹細胞、神経幹細胞、腸肝幹,幹細胞など、組織幹細胞には多くの種類が存在する。近年、幹細胞の静止状態は、 G-0 期とゲラート期と名付けられた二つの異なる機能的段階からなることが示唆されている。肝細胞は損傷刺激に応答して、これらの段階を活発に可逆的に行き来すると考えられており、ゲラート期には組織再生機能が上昇するようである。そのため、ゲラート期への移行は、肝細胞の細胞周期の進行のプライミングを行い、迅速に損傷やストレスに応答できるようにする。 適応反応であることが提唱されている。数字間細胞では HGF 受容体 CMET を介したシグナル伝達とともに、またク一の活性が G 霊期からゲラーと期への移行を制御する因子として同定されている。組織間細胞の可逆的静止状態は刺激への迅速な応答、適切な向上性の維持と再生に重要であるが、可逆的な G 霊期は成熟した。 肝細胞など肝細胞以外の細胞でも見られる。正常な肝臓では肝細胞は正式にあるのが一般的であるが肝臓の部分切除後の肝臓の再生過程では限られた回数の細胞分裂による増殖が行われる。しかし特定の場合には肝細胞は膨大な回数の細胞分裂による増殖を行うこともある。老化細胞は加齢や それに関連した疾患と関連付けられており、間質組織、血管系、増血系、上皮組織など、自己複製を行う多くの組織に存在している。細胞老化は、多数回の細胞分裂に起因するものであり、多くの場合、加齢と関連した変性症状が見られる。乳腺上皮細胞機能モデルにおいては、老化した繊維目細胞は、マトリックスメタロプロテアーゼの分泌によって、 乳タンパク質の酸性が低下する。同様に、老化した肺動脈平滑な筋細胞は近接する平滑筋細胞の増殖と移動を引き起こし、おそらく肺動脈の肥大、最終的には肺高血圧症に寄与する。骨格筋の筋形成の過程で、金河細胞と呼ばれる線具細胞では、細胞周期の進行が起こるが、これらの細胞は分化して、細胞融合を起こし、 細胞周期の進行が起こらない筋細胞となる。その結果、骨格筋を構成する筋繊維は筋核と呼ばれる複数の核を持つ細胞となる。筋核は融合した核筋が細胞の細胞核に由来するものである。骨格筋細胞はサルコメアと呼ばれる細胞構造の同時収縮による収縮力を提供し続ける。 筋繊維形成後の細胞分裂による繊維構造の破壊は筋肉全長にわたる力の伝達の妨げとなるため、これらの細胞はターミナル G 例フェーズに保たれている。筋肉の成長は生育や損傷によって促進され、サテライト細胞として知られる筋幹細胞のリクルートを伴う。これらの肝細胞は化学的な正式から出して分化と融合を行い、並列、 直列の双方で新たな筋繊維を形成して力発生能力を高める。心筋の筋形成は骨格筋のように融合して新たな細胞を形成するために幹細胞をリクルートするのではなく、心臓の成長に伴って細胞のサイズを増加させることによって行われる。骨格筋の場合と同様、心筋組織の増加のために心筋細胞の分裂を続けると、 新機能に必要な収縮構造が破壊されてしまうと考えられる。骨細胞は骨の細胞の90-95%を占める細胞で細胞分裂を行わないという特徴を持つ。骨細胞は自らが分泌した骨気質中に閉じ込められた骨が細胞に由来する。骨細胞では合成活性は低下しているものの構造形成以外の骨の機能も維持している。 骨細胞は様々な機械需要機構を介して機能し、骨機質の日常的なターンオーバーを補助している。脳内のわずかな神経発生のニッチを除いて、大部分の神経細胞は完全な分化が起こったターミナル G0 フェーズの段階で存在する。これらの完全に分化した神経細胞はシナプスを形成し、軸索から伝達された電気信号が近接する。 神経細胞の樹状突起へと伝達される。神経細胞は、この G 類期の状態で老化、またはアポトーシスが起こるまで機能し続ける。哺乳類の脳では加齢に伴う DNA 損傷、特に酸化損傷の蓄積が起こることが多くの研究で報告されている。リム15は2倍体の酵母細胞での減数分裂の開始に重要な役割を果たす因子として、 最初に発見された。酵母の生存に重要な栄養源であるグルコースや窒素が乏しい条件下では2倍体酵母細胞はアーリーミオティックスペシフィックジーンズを活性化することで減数分裂を開始する。EMG の発言は梅6によって調節されている。梅6は グルコースと窒素のレベルが高い時には、ヒストン脱アセチル化酵素の RPD3 と、新酸をリクルートして、EMG の発現を抑制し、グルコースと窒素のレベルが低い時には、EMG の転写因子イメイチをリクルートする。リム15は RPD3 と、新酸を除去し、ウメ6が、EMG のプロモーター領域へ、イメイチをリクルートして、件数分裂の開始を可能にする。 減数分裂の開始における役割に加えて、リム15はストレス存在下での G0 期への移行にも重要な影響を与える因子であることが示されている。いくつかの異なる栄養シグナル伝達経路からのシグナルはリム15へ統合され、リム15は転写因子ギス1、MSN2、MSN4 を活性化する。ギス1はポスト。 ジオキシックグロースシフトエレメントを含むプロモーターに結合して活性化を行い、MSN2 と MSN4 はストレス、レスポンスエレメントを含むプロモーターに結合して活性化を行う。DIM15 がどのように GIS1 と MSN2、4を活性化するのかは明らかではないが、直接的なリン酸化またはクロマチンリモデリングを介した機構が想定されている。 リム15は犬末端にパスドメインを持つパスキナーゼファミリーの新規メンバーであることが判明している。パスドメインはリム15の調節ユニットであり酵母における酸化ストレスの検知に関与している可能性がある。グルコース酵母はグルコースの発酵によって指数関数的に増殖する。グルコースのレベルが低下すると酵母は発酵から 細胞呼吸への切り替えを行い、体数増殖期の発酵産物を代謝する。この切り替えは、ジオキシックシフトと呼ばれ、G0 期へ移行した後に起こる。周囲のグルコースレベルが高い時には、ラスキャンププカケールを介し、キャンプの酸性が上昇することでプカによる、リム15の阻害が引き起こされ、細胞増殖が行われる。グルコースレベルが低下すると、キャンプの酸性は低下し、 不可によるリム15の阻害が解除され、酵母細胞は G0 期へ移行する。窒素グルコースに加えて窒素の存在も酵母の増殖には重要である。低窒素条件下ではリム15が活性化され、プロテインキナーゼのトルク1と SCHQ を不活性化することで細胞周期の停止を促進する。トルク1と SCHQ は2つの異なる経路。 すなわち、TOR 経路とフェルメンタブルグロースミディアム、インデューストパスウェイと呼ばれる経路にそれぞれ属するが、どちらのプロテインキナーゼも、リム15の細胞質への維持を促進する作用がある。通常条件下では、リム15はスレオニン1075番残機のリン酸化によって、細胞質に位置する14から3から3タンパク質の BMA12 へと係留される。トルク1は、 細胞質の特定のホスファターゼを不活性化することでリム十1 5が BMH2 へ経留された状態を維持する。一方 SCH9 はスレオニン1075番に近接した別の14から3から3結合部位のリン酸化によってリム十1 5の細胞質での維持を促進すると考えられている。リム十1 5は自己リン酸化によって 自身の核外輸送を促進することも判明している。細胞外の窒素レベルが低下すると、トルク1と SCH9 は不活性化され、リム15は脱リン酸化されて核へ移行し、そこで G0 期への移行に関与する転写因子を活性化する。リン酸酵母細胞は、無機リン酸の酸性やアップレギュレーションに関与する遺伝子を活性化することで、 細胞外のリン酸レベルの低下に応答する。4経路はリン酸レベルの調節に関与する経路である。通常条件下では、サイクリン CDK 複合体の4 8四4 8 5は、転写因子44をリン酸化によって不活性化する。しかしリン酸レベルが低下すると、481が4 8四4 8 5を阻害し、44は活性化される。 リン酸が豊富に存在するときには、484-485は、リム15のスレオニン1075番残器のリン酸化も促進し、リム15の核内プールの阻害を行う。このように、通常条件下では484-485は、SCHQ、トルク1と競争的に作用し、リム15の細胞質での保持を促進する。 G1 期終盤にサイクリン D、CDK4 とサイクリン E、CDK2 によって RB タンパク質のリン酸化が進行し不活性化されることで促進される。RB の血質によって G0 期への再移行が促進されることからは RB が G0 期から G1 期への移行の調節にも必須であることが示唆される。さらなる観察によって サイクリン C のメッセンジャー RNA のレベルが G 霊気を脱出するときに最も高くなることが明らかにされサイクリン C が RB をリン酸化し G 霊気で停止した細胞周期の再開の促進に関与している可能性が示唆された免疫沈降機ナーゼ発生によってサイクリン C が RB に対する機ナーゼ活性を持つことが確認されたさらにサイクリン D E とは異なり、サイクリン C の RB に対するキナーゼ活性は G1 期の序盤に最も高く、G1 期の終盤と S 期に最も低くなり、ここからもサイクリン C が G0 期から G1 期への移行に関与している可能性が示唆される。蛍光活性化セルソーティングを用いることで G0 期の細胞は RNA に対する DNA の比が G1 期の細胞よりも高いことから同定される。 哺乳類細胞の内在性のサイクリン C をルナイによって抑制することで G レーで停止した細胞の割合が増加することがこの手法によって明らかにされサイクリン C が G レーからの脱出を促進していることが確認されたさらに RB の特定のリン酸化部位に変異を導入する実験によってサイクリン C によるセリン807番、811番残機の リン酸化が G 零期からの脱出に必要であることが示された。しかし、このリン酸化パターンが G 零期からの脱出に十分であるかは未だ明らかではない。表面液沈降圧性によってサイクリンシート複合体を形成してこれらの残機をリン酸化しているのは CDK3 であることが明らかにされた。興味深いことにこれらの残器は g 一期から SK S への移行時のサイクリン D、CDK4 によるリン酸化の標的部でもある。このことは、CDK3 の活性は、CDK4 の機能によって保証される可能性を示唆しているが、このことは、CDK3 を結出しているが、CDK4 は機能している細胞では、G0 期からの脱出は遅れるだけであり、永久に阻害されるわけではないことからも裏付けられる。ただし、 リン酸化標的の重複にもかかわらず、G0 期から G1 期への最も効率的な移行には、CDK3 が必要であるようである。RB による E2 回ファミリーの転写因子の抑制は、G1 期から S 期への移行と同様に、G0 期から G1 期への移行を調節していることが研究からは示唆されている。E2 回複合体の活性化によって、 G1 期への移行に必要な遺電子の発現の活性化を行うヒストンアセチルトランスフェラーゼがリクルートされるが一方で E2 回4複合体は遺伝子発現を抑制するヒストン脱アセチル化構素をリクルートする CDK 複合体によるリン酸化によって RBE は E2 回転射因子から乖離し G0 期からの脱出に必要な遺電子の発現が行われる P107 や P130 といった RB ポケットタンパク質ファミリーの他のメンバーも G0 期での停止に関与していることが判明している。これらの知見を総合すると RB による E2 回転写因子の抑制は細胞周期の停止を促進し RB のリン酸化によって E2 回の標的遺伝子の抑制が解除され G0 期からの脱出が引き起こされることが示唆される。 E2 回の調節に加えて RB はルナの合成に関与する RNA ポリメラーゼ I と RNA ポリメラーゼ III を抑圧することが示されている。このように RB のリン酸化は G1 期への移行に伴うタンパク質合成に重要なルナの合成の活性化も行う。ありがとうございます。